どうもこんにちは、久保です。はい、本日はですね、広告案件でございます。はい、まあね、俺クラスになるとね、もう広告案件、企業案件いっぱいやってくるからね。その中でもですね、まあ俺ね、なんだっけ、インスタがね、なんかのね、広告とかでよく見ていて、ちょっと気になる製品だったんで引き受けて、見た製品がございまして、それをね、今日は紹介いたします。はい、こちらでございます。ジャミーっていうね、ギターでございます。はい、なんかね、やっぱ俺ね、ちょいちょいギター案件来るのよね。うん、ちょっと嬉しいよね。うん、まあそんな感じですね、このジャミーというですね、なんて言ったらいいんだろう、ミディギターって言ったらいいのかな。まあなんかちょっと近未来的なギターでございます。まあこいつをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。まあ正直ね、俺もね、この製品どんなものかっていうのよく分かってないので、まあちょっと俺も開封してどんなものかを理解しつつですね、まあ皆さんにその辺をシェアしていければなという感じでございます。はい、というわけで早速開けていきたいと思います。ちなみにこちらも、もう一度言いますけども、広告案件でございますが、まあ俺はね、別に1円ももらってないです。なんか動画説明欄のリンクから、これを買うと俺にいくらか入るらしいんだけど、まあそんなに多分もらえないから、まあそんなにお金めっちゃもらって宣伝してるって感じのテンションではないので、あしからずって感じです。はい、まあ、あしからずなのは別に視聴者さんじゃねえか。うん、これ提供してる側があしからずって感じだけど、まあ、まあそんな感じのですね、広告案件を楽しみながら開封していこうと思います。普通に机映ってんのに、これちょっと開けてくね。今ちょっと見えてないよね、ごめん。その辺の計画性があんまりなくて、ね、はい、よいしょよいしょ。ではですね、ちょっと開封していきますよ。よいしょ。なんかね、箱はね、高級感が非常にあります。梱包もいい感じ、なんかこのなんつうの、海外製品特有の雑さみたいのなくて、非常に丁寧な梱包がなされておりますね。うん、なんかなんつうの、ちょっと高級な製品を買うのね、箱の質感みたいなのがいい。うん、はい、まあ箱は必ず開けてみますか。どうやって、どういう向きか、こういう向きか、はい、こんな感じ、中身、はい、なんやねんって感じだよね。なんやねんって感じだね、ほんと。これすげえな、すげえな。ネックらしきものとピッキングする部分らしきものがあるってだけで、なんやねんって感じだね。うん、はい、まあ、ちょっと取り出して、見ますか。うん、マジなんやねんって感じだな、これ。多分これピッキングすべきとこだよね。お、すげえ。なんやねんって感じだね、マジで。こんな感じです、こんな感じ。はい、すげえなんやねん感がすごい。これなんかすげえ不思議感覚、なんかわかる。弦が貼ってあります。確かにギター弦っぽい、スチール弦っぽい感じが貼ってあるんだけど、まあ当然さ、貼られてる区間としてはここからここまでの距離しかないから、音的にはこんなもんだよね。こんなもん、はい、のピッキング側らしきものがあります。はい、で多分こっちがネックだね。はい、ネック。何なんだろうね、この製品。あの、こっちはだからやっぱりここから、ここまでしか貼られてないから、これを引いてもこんなもんだね。はい、って感じだね。すげえ。うん、まあ指板は木ではないね、プラスチックの感じだね。ローズ指板風味ではのね、色味はしてるけど、まあプラスチックなのかな。うん、フレットはちゃんとフレットっぽい感じがいたします。こんな感じだね。だ、なんかこの間までね、持ってたゾンのグラファイトネックみたいなこう質感がなんとなくあるよね。うん、はい、というのと、で、あとだから多分ボディ的なやつがどっかあるんだよな。ああ、あった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 。はい、で、これがボディ、なんだろう、これ多分ボディ的な、なんかちょっとガンダムっぽい、なんかわかる、この俺のガンダムっぽいという表現する、このちょっとメカメカしい感じがね。まあ、黒が結構つやいので、まあ、プラスチッキーな素材でございます。これと、あとなんか iPod みたいなやつがございますね。こんなんや、こんなものがなんか普通に説明書見ろよって感じなんだけど、説明書見なくてもいけんじゃねと勝手になんか思って、これ説明書かな。あ、なんかピックがついてた、なんかピックがついてた。うん、と、あと、あ、 USB ケーブル、あ、タイプ C のケーブル俺持ってないから、ちょっとこれ嬉しいな普通に。うん、あとはエンドピン。うん、あと
あ、なんかストラップがついてますね。うん、ストラップらしきものが。と、これはなんだろう、ケースかな。うん、まあ多分入ってるのは大体そんなもんかと思います。で、これを組み付けてみればいいのかな。そう、まあ普通に考えてこうだよね。これなんか剥がして、なんかこれ緩めろよ的ななんか書いてるみたいな。あ、書いてあった。あ、多分これを多分やらないといけないっぽい。あ、入ったみたいな。はい、で、これそれ、あ、ロックされました。マジ何なんだろうね、この製品。んすげえな。これは多分ボディ的なやつだよね。どうつくと思う、これ。これが分かれるっぽいです。あ、分かれたよ。分かれたよ。あ、こういうことだったそうですね。はい。失礼いたしましたね。で、で、ちょっと待って。あ、で、真ん中最初つけてるかも。これ、あ、違う。これ、これかな。これっぽい。なんかこれらしきものをつけてる気がするように見える。こうかな。あ、こうでしょ、多分。こうだ。わかった。で、こっちも、こうかも。こうかな。こうかな。こうじゃね。なんか、ガンダムっぽい感じで。これ、小学生だったら絶対戦ってるよね、これ。うん。で、これがこうつくのか。こうかな。多分、まあ、ここにロック、アンロック的な。ものがあるから、こういうこっちゃね。ロックンロールって書いてあるね。こっちか。え、ロックされないんだけど。こういうことか。え、あ、こうだな。なんかできたかもしれない。なんかこれスタインバーガー的な、なんかこういうのが。え、これでいいのかな。あとちゃんと入ってる。え、なんかこれ好きなのに、この正解が全然わかんないんだけど。ネジだ、これ。くるくる回していくとちょっと硬くなってくるもん、これ。こう、ネジっぽい感じでこうくるくる回って、これで完成なんじゃないかな。これでできたって感じ。あ、すげえコンパクトだね。スタインバーガーだね、なんかこう気持ちとしては。え、音なんないけどいいのかな、これ。で、多分ストラップピンをつければ、多分ストラップ、にかざしてつけれるよ的な話だと思う、これ。はい、とりあえずですね、何の説明もなしで組むのちょっと難かったんで、使い方動画をね、ちょっと組み立て動画が、組み立て方動画を見つつですね、ちょっと組んでみたら、大体こんな感じに、なりました。多分ストラップは、ストラップピンがここだと思うんだけど、なんだかよくわかってないけど、今んとこ全然なんか得体の知れない製品なんだけど、果たしてこれはすげえもんなのかな、なんかびっくり、ね。はい、こんな感じだね。うん、ちょっとね。なんか気持ちはなんかスタインバーガーっぽい感じだよね。ああ、すげえコンパクトだよ、確かに。なんかものすごいボディ落ちするけどね。え、これ俺つけてんとか間違ってるこれ。こっちかな？こっちかな？どっちだろう？こっちかな？なんかさ、ここネジ穴はさ、なんかあんまり良くなくてさ、まあ、通んないんだよね。なんかよくわかんないけど。こっちか。こうかな？こうだね。うん。こんな感じだ。なんかコンパクトさはすごい。真っ黒だね、俺の動画も。うん。コンパクトさはすげえ。ただ、やっぱだから、ここはさ、引いたところで音はしないし、こことここ繋がってないから、こんなもんなんでね。さあ、果たしてこれは、ねえ、どうすんのって感じだよね。なんか普通に超逆ぞったギターみたいなさ。こんな感じなの、今。はい、でなんかアプリをね、取るっぽいでございます。このジャミーっていうね、このアプリ、なんか公式で出ているアプリ、こいつを、使ってなんかリンクさせる。これものすごいこうボディが落ちてくんだけど、これこうやってるだけで、それ軽いからしゃあねえが、これヘッド落ちじゃない、なんつうの、逆のなんつうのこれ、ボディ落ち、
まあちょっとまあこんな感じで、とりあえず今のこのアプリを使って、設定していくみたいです。iHub ジャミ。組み付け方もこのアプリに書いてある、なんかあるね。あるね。うん。で、組んだ。組んだら、ここにね、ボタンがあるんだよ。これたぶんリンクさせるみたいな、たぶん感じだよね、これ。普通に電池、これ電源は何なのこれ。もしかしてあれか、充電しないとダメか、これ。はい、結局ですね、組んでから充電が必要だったみたいなんで、充電してきました。で、充電して、そしたらね、アプリ、繋がりました、普通に。なんかそんなに、むずくなかったです。今、こうやってアプリ立ち、一回ね、多分繋げちゃえば、多分こっちの電源を入れて、普通に、やれば、コネクトするみたいな感じです。で、ここにヘッドホン端子がついてて、ここに直接、おー、なんかった。ここに直接ヘッドホンを入れて、聞くこともできます。今ね、普通に、スピーカーに繋いでます。わかりやすいように。うん。で、この状態で弾くと、クリーントーンが鳴るね。ちょっとアップデートはいいや。うん。こんな感じで鳴ります。だからすげえよね。ギターの音するよね、やっぱり。なんかすげえフランジャーがかかってるわ。で、このアプリ側で手で操作してもいいんだけど、なんかここにジョグダイヤルみたいなやつがあって、こいつを押すと、こうやってなんかプリセットが切り替わります。お、最初に戻った。これ多分クリーンかな。なんかこんな感じなんで、多分これ、あ、で、これタップすると、これ多分アコギにできる。何アコギの音がするね。ウケるね。ただ、なんかね、これ弾いてる側としては、なんだろう、なんとも弾いてる気持ちになる。音は確かに出てるんだけど、やっぱこのピッキングした時にダイレクトに出てるっていうよりは少し冷点し、若干の遅れを感じるかなっていう感じだね。もうなんかこれ完璧にギターの代表になるわっていう感じの印象では今んとこないかなっていう感じ。多分カポもいけんだね、カポ。3カポ？このカポいけんのかな？あ、3カポになったことだ。なんか変、全部、なんか、うまいことならないじゃん。なんか、うまく。ミュートがむずいんだ。ミュートが、なんかこう、ほら、なんかね、ミュートの感じが、ここら辺だとミュートしないんだな、多分。いや、してるな。なんか、結構グッと押さえつけないと、このぐらいじゃ音が止まんないんだね。なんか、ちょっと触れてるぐらいじゃ。ほら、なんか不思議だな。なんかね、意外とこの聴力のなんかこうチューニング自体をがね、別に合ってるわけじゃないから、聴力のこの感じあんま気にならないね。こういうの。なんか何弦を弾いてんのか分かんなくなるのマジで。これちょっと遅れるの分かる？俺のこの見てると。あとたまに認識しない時があるって感じかな。ほらなんかなんない時は、なんない時俺が悪いのかなこれ。なんかやっぱ一応強弱にも効くのかこれ。シビアなんだね、なんかこう。うん。なんかすげえノイズゲートがっつりかかってる、あのゲートの感じ。
こう音がすぐブツって止まる感じがあるかなっていうね。うん、だからチョーキングとか意外と反応すんだね。あ、しねえし。なんで？チョーキングがこう思ったより上がんないね。自分のイメージしてる感じより上がんない。え、なに？上がんないね。あ、なんか音が変わっちゃった。まあ、確かにミディギターとしてはいけるような、いけないようなって感じ。あまりついてこないときとか、あとたまになんか遅れるときは何なんだろうな、これ。あとこれブリッジミュートは効かないのかね。効いてんのかこれ。あ、効かないね、多分ブリッジミュート。歪んだやつとかないのかな、なんか普通の、あ、ディストーションしかない、普通のなんかクランチみたいなプリセットないのかな。ミュートができない。ミュートがむずいんだな、なんか。あとハーモニスト出ないね。ハーモニスト出ないね。うん、あとなんかやっぱボディが起こってくるな、これ。こうやってと、こうなっちゃうので、ね。これしゃあないか。まあそんな重くないか、まあしゃあないか。やっぱあのスタインバーガーの、あのフュージョン系のスタインバーガー使う人のフォームになるね。やっぱ iPad 見てると。こういう人いるよね。こういう人。80年代から90年代にかけてのフュージョンブームの、あのギタリストの感じあるよね。こう。すげえ早めにする人。やっぱついてかないんだよ。音が出るときてないときは何なんだろう。うん、まあこんな感じかな。俺が何気にこのジャミにすごい一番期待しているものとして、ミディギターとして機能するかなっていうところなんですよ。昔ミディギターってちょいちょいあったけど、全然精度悪くて使い物にならなかったんです。はい、まあ要するにミディ鍵盤とかで DAW とかねやってる人だと、今鍵盤でみんな打ち込んでると思うんですよ、打ち込みってね。でもそれがギタリストとかベーシスト的には、鍵盤で打ち込むよりギターとかでね、打ち込め、もしこれでミリ信号が送れれば、やっぱりギターっぽいフレーズとかベースっぽいフレーズがすげえ打ち込みやすいと思うんですよね。はい。で、まあ、普通にね、鍵盤の上手い下手とかもあるから、もし、ギターで打ち込みができたら、すごいみんな可能性広がると思うんだよね。ちょっとそこをね、俺はね、すげえ期待して、います。はい。なので、とりあえず USB ケーブルを使ってパソコンに今、ジャミを繋げました。で、繋げてここに電源入れて、DAW を立ち上げたら、まあ、何もしないでもとりあえず認識しました。こんな感じ、今、DAW の、シンセ今開いてるんだけど、シンセが認識になってます。今ね、なんか適当なベース音源が鳴ってるんだけど、例えばこれを、ベース以外、なんていうのかな、普通にピアノとかを、鳴らせます。これとかにすれば。
ちょっとシュールだよね、この絵。ほらほらなんかシュールだよね、これ。例えばさ、でもこういうなんかこういう、なんかクラビ、クラビとかをさ、ギターのこのでできるちょっとウケない。うん、これ今見て、あ、なんかちょっと触れるだけで音がするね、これ。謎だね、うん。まあ今みたいなフレーズとかって鍵盤で打ち込もうとするとちょっとだるいじゃん。ピアノ専門ね、鍵盤専門でやってる人的にはなんなくないかもしれないけど、まあ我々ギタリスト、ベーシスト出身からすると鍵盤での打ち込みにちょっとさ、難易度が高い時にこれで打ち込めたらちょっといいよねという感じ。なんかね、なんか慣れが結構必要かもしれない。なんかうん、なんかスライドも一応聴いてるっぽいです。ちょっと触れただけで音が鳴っちゃうんだね、これ。あとこの止める感じがむずいかも。はい、まあちょっとじゃあ他の人に言って、例えばなんだけど、俺がすごい想定したのは、例えばベース、オクターブ、今オクターブが高いけど、例えばさ、こうウォーキングベース的なやつってさ、こう取ってみる。それでさ、例えばさ、こうなんつうの、むずいな。まあいいや、まあまあちょっとひどいけど、ひどいけど、例えばさ、これとかを今録音したら、信号としてはまあこういう感じでレックされるわけじゃん。で、これを聞くと、まあ今弾いたやつがね、なるほど。まあこれちょっとオクターブ高いから、一応オクターブ下げてすれば、多分ベースの。うん、で、例えばこの今、なんか、謎に間違えた部分とかさ、修正すれば、まあちょっとこの辺の、ミディの感じは慣れが必要だけど。こういう感じか。こういう感じにエディットすれば、まあまあまあいけんのかなと。とりあえず打ち込みとしてはいけるのかなと。まあちょっと思ったより、なんかベロシティとかも意外と効いてんだね。まあこの辺は設定をうまく詰めていけば、まあ打ち込みとしてはいけるような気がする。ただかなりむずいなと。あとやっぱ早く弾くとついていかないっていうのはあるのかな。ギター音源とかにすればちょっと分かりやすい。あ、でもついていくのかな。スライドとかのあれがきついから、ちょっとジャズのギタリストになったと思ってスライドとかを禁止すれば割と打ち込み機としてはいけるかもしれない。ただやっぱここの方がさ繋がってないと何弦弾いてるかやっぱ分かんなくなるもんなんてな、不思議だな。やっぱこの左手にこの弦のこの当たるピッキングのこのね、この張力を感じているんだね、人は。不思議だこれ本当に。ちょっと追従していかないときがあるんでね。あ、でも和音とかさ楽だよね、打ち込むとき。自分とうまくかねえな。あ、このぐらいだったら割と打ち込みいけんじゃない。割とコード弾き、このさ、今みたいなギターのボイシングのさ、打ち込みって面倒いじゃん、普通に。だからこれとかを、ミディでいけるの楽だよね。こう。みたいなね、感じ。
かさ、鍵盤で打ち込もうとすると割と俺は大変だなってなっちゃうんだけど、割とそうだね、ギタリスト精神的にはこれはできれば美味しいんじゃないかなって感じ。すごいよな、これをあとでエディットするのちょっとやりきれちゃうけどね。こんな感じで、一応はミディギターとしてはできるけど、ちょっとコツがいるね。いきなりパッて持って、ギタリストとかもの人もいきなりパッと持って、ミディでこう、自在に打ち込めるっていうような感じはないかもしれない。ちょっと。ちょっとね、なんかミュートとかこの止め要は音化だよね、音の長さの調節がやっぱりむずいから、そこはちょっとコツがいるかなっていう感じがするね。はい、というわけで今回はジャミー、広告関係ですね、レビューをしてみましたが、まあちょっとね、俺はね、難しいなっていう感じでした。本物のギターのようになんかこうストレスなく弾けるかって言うと、やっぱりそうではないかなという感じです。まあこれはこれ自体の慣れみたいなのが必要なのかなと思います。ただ慣れた時にやっぱミディ進行が遅れる機材であればかなり強い武器になるんじゃないかなというふうに思いましたので、まあちょっとどういう可能性みたいのを見出した人は試してみるといいのかなと思います。まあ俺としては何だろう、ビギナーの人が、初心者の人が、これからギター始める人が、これに手を出すのはあんまお勧めできないかなっていう感じです。ある程度ギターを弾いてて、まあちょっと面白いかもなっていう、なんかこう、ほら、これ自体で何も音がしないから、そういうサイレントな場合とか、あと組み立ててね、使えるかコンパクトでっていうので、求めるのありなのかなっていう感じがします。これからギター始める人がこれに手を出すのはちょっと良くないかなっていう感じがいたしました。まあ、製品としては非常に面白い製品だし、まあ、未来、将来性みたいなのを非常に感じる、まあ、ね、これからどうなっていくか期待できるアイテムではあるかなという感じがいたします。で、まあ、気になった人は試してみていただければなという感じでございます。はい。で、一応俺の、動画説明欄のところにあるリンクからジャミを買ってもらうと、なんか俺にいくらか入るらしいです。まあ、いくら買ったかはなんかよくわかんなかったけど、まあ、なんかいくらか入るらしいので、まあ、興味があれば俺のリンクからですね、まあ、俺のレビューを見て買おうと思った人は俺の、リンクから、買ってくれればいいんじゃないかなという感じがします。多分同じようなリンク貼ってる人もちらほら YouTube やってる人でいると思うから、そっちので買うと多分そっちの人にいくらか入ると思うから、一番いいんじゃねっていう感じの人のリンクで買ってあげると、多分みんなレビューしてる人は嬉しいと思うよっていう、こっそりそういう情報を俺は提供しちゃうけどねっていう感じでございます。はい、まあそんな感じでございます。はい、というわけで本日の動画は以上でございます。また面白いなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。